やばい、遅刻する遅刻する、遅刻遅刻。え、待ちなさい、こっから先は立ち入り禁止だ。ちょっと待ちなさい、テストがあるんですよ。ちょっと待って待って、大学ばかり通行止めなんだ。え、なんでこんな時に限って。やばい、遅刻だ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 。失礼します。君は何回遅刻するんだ。ごめんなさい、数学のが通行止めで。いいか、次遅刻したら単位ねえからな。でもこの単位落としたら留年なんですよ。知らん、明日は絶対7時半に教室に行きなさい。行くぞ。30分後には大学が吹き飛ぶぞ。爆発のアートだ。え？なんで起こしてくれなかったんだよ、まだ。ちゃんと起こしたわよ。なんだよもう。留年は嫌だ、留年は嫌だ。そうだ、爆破予告すれば休校になるんじゃねえか。もしもし、俺らテロリストだ。今日の7時半総エネ電大学を爆破する。爆破に備えて休校にすることだな。さて、休校になったかな。速報です。お、総稲田大学が爆破予告により休校になりました。現場から中継です。先ほど爆破予告がされた総稲田大学のキャンパスに来ています。いつもは学生で賑わうこのキャンパスですが、ご覧の…よっしゃ、休校だ。何ですか。大学爆破したのはお前だな。逮捕する。ほら行くぞ。違います、僕がしたのは爆破予告です。じゃあお前じゃねえか。ほら違うんです、やめてください。俺の名前はキータ、低学歴、いわゆるエフラン大学の3年生。この世は高学歴が美味しい思いをする。こいつ惜しいな。こいつドラマ使えないな。おい、これ何転んでんだお前この野郎。なら俺ら早稲田だぞ。分かってんのかお前。すいません、エフランの代わりなんていっぱいいるんだよ。早くお前働け。ほらお前らちゃんと家に帰るんだぞ。じゃあな。あっつーな。どっこいしょ。あ、木田さん、お疲れ様です。もうあいつら何なんすかね、本当にひどすぎますよ。ちょっとん、何なんすかその写真。見せてくださいよ写真。やめろ。お、いいじゃないですか、見せてくださいよ。これ俺の家族。え、キータさん結婚してたんすか。え、しかも子供もいるじゃないですか。全然会ってないんすか。俺さ、エフランだから3年会ってないんだよね。3年。俺も頑張んないとな。緊急速報です。本日学歴撤廃案が可決されました。今回国会での議決により学歴撤廃案が可決されました。本日より学歴は日本から消え去ることをここにお知らせします。ご理解のほどよろしくお願いします。このように学歴を撤廃したことにより高学歴のデフレが発生。東京大学は火の海と化してしまい、慶応大学では低学歴との抗争が勃発しています。早稲田だ。集まれ。申し訳ございません、あつ森と出てしまいました。
早稲田大学前と中継がつながっています。現在早稲田大学周辺では大変な混乱が生じております。早稲田の学生さん、学歴がなくなったことについてどう思いですか？いい始まりだ。俺は何のために苦労したんだ。低学歴のクソを磨かすために、勉強したのに。なあ、おかしいだろ。言ってみろよ。この手ぶら苦労したんだ。こっちは知るもクソもねえ、学歴だけのガキが入れる会社なんてあるのかな。こっちとら関係実給持っとるんじゃ。村か企業に入るしかないのか。お前誰だ。学歴の時代はもう終わった。次は俺ら F の時代だ。なんだこれ。ドレーちゃん、あれいないな。どこいんだよ。もう出てこいよ。痛い、離せ。やめて、痛いよ。顔な、このスキルもね、ゴミクズが。お前今までよくもやってくれたな。やめろ。やめてください。痛い。なあ、やめねえか、こんなこと。働かせるやつがいれば働くやつがいる。エフランがいるから高学歴がいれるんだよ。なあ、もう仲直りしよう。これからの未来のためにも。学歴なんて本当はない方が良かったのかもな。確かにそうだね。